プログレス M-07M は2010年にロシア連邦宇宙局が国際宇宙ステーションの補給のために打ち上げたプログレス補給船。NASA ではプログレス39、39P などと称している。プログレス M 型の7機目であり、2010年では4機目、シリアル番号は407だった。RKK エネルギアが製造し、ロシア連邦宇宙庁が運用した。 第二十四次長期滞在のクルーの登場時に到着し、第二十五次長期滞在のクルー登場時の全期間中ドッキングを続けており、第二十六次長期滞在のクルー登場時にドッキングを解除した。ドッキングを前に近接する M-07MM-07M は二0 1年九月十日十時二十二分二十八秒にバイコヌール宇宙基地三十一六からソユーズ。 ユーロケットで打ち上げられた。打ち上げは9月8日11時11分に行う予定であったが、天候不良から延期されていた。打ち上げ後、195km から 238km の初期軌道に到達し、2日にわたってエンジン点火を繰り返し、ランデブーに向かった。M-07M は当初9月10日12時37分にズベズダの アフトポートにドッキングされる予定であったが、打ち上げの遅れから9月12日の11時58分にドッキングした。ステーションとプログレスの間を167.6メートルで軌道保持している間にシステム評価を行い、ロシアのフライトコントローラーによって11分間の最終接近の開始の承認が発行された。ドッキングはクルスによって完璧に実行された。 m a 7 m は2 5 1 5ラムの貨物を積んでおり、このうち1 1 2 0ラムが燃料、4 9ラムが酸素、2 1 0ラムが水であった。残りの1 1 3 6ラムはドライカーゴで、ステーションの生命維持系、保全修理のための資材、衛生用品、食料、医療品、医療、ステーションの宇宙飛行士用の荷物、カメラ、 ザーリア、ポイスク、ラスベット用の偽装品などであった M-07M は ISS の軌道上昇のためのマニューバーに3回利用された。最初はプログレスの8つの高度制御、スラスタを使い、2010年9月15日に行われた。9月25日のソユーズとマ -18 のドッキング解除と膠着、2010年10月10日のソユーズとマ -01。 M のドッキング解除のため、9時4分にエンジンに点火され、526秒間噴射を行い、高度を 2km 上昇させて 356km の位置に到達した。2度目の軌道上昇は、プログレス M-08M のドッキングの準備として、10月20日19時41分に行われた。 228.7秒のマニューバで、近地点で 350.7km、遠地点で 375.7km の軌道に到達した。プログレス M-08M は10月27日に打ち上げられ2日後正常にドッキングした。3度目の軌道上昇は12月22日に行われ、再び8つのスラスターを利用して軌道を上昇させた。 2011年1月28日に打ち上げられるプログレス M-09M の到達と STS-133 でのスペースシャトルディスカバリーのドッキングの準備としてマニューバで 4.2km 上昇し 352.9km の軌道に到達した。ドッキング解除後すぐの M-07M2011 年2月20日までドッキングを継続し、 欧州補給機のヨハネス・ケプラーの到来に向けて、ドッキングを解除した。ドッキング解除後、軌道離脱し大気圏に再突入、太平洋の宇宙機の墓場の上空で燃焼した。ISS の廃棄物と不要品が積まれており、モスクワ時間の7時58分ごろ太平洋に落下したとされる。ありがとうございます。